おーい、ケンタロウ、あ、いた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 。ちょっとさ、俺冒険行きたいからさ、ダイヤのツルハシ貸してくれない？ケンタロウ、何してるの？これと、このダイヤモンドチェスト入れてと。よしよしよし、いいぞ。なんかチェストにまとめてるぞ。隠してる？お兄ちゃんから盗んだものはバレないようにこの中に全部入れて、あとはこれをどこに隠そうかな。うわーっおいおいおい、ちょっと、ちょっと、隠しても無駄、もうなんで、どうしたの、どうしたの、どうしたのじゃねえよ。全部あの話後ろで聞いてました。何が、おはよう兄ちゃん。ごまかすな、ごまかすな。そのチェストの中に何やら俺の家から盗んだものが入ってるとか。入ってない、入ってない。別にお兄ちゃんが盗んだダイヤモンドとか金とかエメラルドとか飛行機とか船とか入ってるわけないだろ。おい、それ全部最近俺がなくしたやつじゃん。道理でないと思ったよ。でもこれはあれだから、今俺の家にあるってことは俺のものだから。え、わ、近づくな。おー、何？近づくな。俺のものだと。武力行使だぞお前。俺に近づくなよ、あんまり。来た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 。おい、来るな。何何何何何。とにかく俺に近づくんじゃないぞ。え、じゃあ、おい、降りれないからこれ下押せ。なんでだよ、なんでだよ、なんで押さないと。持ってたら持ってたら押せ。いや、返せそれ。返せ、刺すぞ。いいのか。ナイフ刺す、それはちょっとやだな。はい、じゃあねー。わっは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 。いやいやいや、俺に隠れてこそこそ泥棒してたんだな。だから俺の家に全然ダイヤなかったのか。くそー。はい、皆さん決めました。私キナス、今日からねケナ太郎の家に潜伏してあいつのね悪事を暴きます。はい、そういう動画にします。ということで、どうも登録者20万人まであと4万人、ケナ太郎チャンネルに出てます。どうもケナスユでーす。はい、ということで今見てもらった通りなんですけど、弟のねケナ太郎が僕の家にね勝手に入って泥棒をしてることに気づいてしまいました。なんかねダイヤとか物がねちょこちょこなくなっていたんですよ。ってことで今回はそんなケナ太郎のね悪事を全てこの目に収めるためにね、とあるドッキリを考えました。ってことで本日の企画は、家の壁に擬態していたらケナ太郎はいつ気づくのかーい。よいしょ。はい、今からですねこのケナ太郎の家の壁と全く、同じ色のスキンに着替えてですね、この家と一体化します。で、一体化できたら家にいるねケナ太郎を見張って、いつどんなタイミングでね僕の家に盗みに行ってるのかをね調査していこうと思います。今回はねこの動画でねケナ太郎の悪事すべて暴くので、皆さんぜひ最後まで見てってください。当たり前ですけどね、盗んでるのか分かったらねお仕置きもしていきます。ということで、ケナ太郎ねいたずらっこすぎるだろうって思う人はね、ぜひチャンネル登録高評価して最後まで動画見てってください。ってことで、早速ドッキリレッツゴー。元大統領です。それじゃあやっていきますか。今回隠れる家はここですと。今ケナ太郎僕のアイテムを盗んで地下にねいます。一旦この服のままで隠れてたらいつバレるのかちょっとやってみようと思います。意外と隠れてたら気づかれないんじゃない。さあどこに隠れよう。ここがケナ太郎の部屋で、ここにいつものお風呂があって、で地下室どこに隠れようかな。なんかいい隠れ場所ない？あ、こことか。どう、ここいいんじゃない。これによし、1個開けてクリエイティブ、あ、ここに隠れるとか、これめっちゃいいじゃん。よし、ちょっと待って、ここも増やしてこうしておこう。よし、皆さん隠れました。ここでね気づかれるかどうかね、ちょっとね検証していこうと思います。さあケナ太郎来るかな。よいしょ。あ、声する声する声する、上がってきた。見えるかな。さすがに帰ったか、あいつ。さすがに帰ったよな。なんか変装しない。ちょっと待って、2階も見に行こう。ちょっと待って、これ見にくいからこうやろう。帰ったか。あぶねー、バレるところだった。あぶねー、本当に。じゃあ変装もいいや、これ取ろう。変装してるよねやっぱ。いや、お兄ちゃんにバレると思って一応別人のふりしていたけど、これで大丈夫だ。ちょっとハーフブロックもこう。ハーフブロックを置けばもっと見やすくなるんじゃない。オッケーオッケーオッケー、見やすい見やすい見やすい。いた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 。やりますか。お兄ちゃんの家ちょっとずつアイテム奪っていくドッキリ。ん、今なんか言ってたよね、ちょっと。お兄ちゃんの動向を調べるためにこのカメラモニターを使って見るんだよ。なんか監視カメラで見てない？お兄ちゃんの家はいないな今。はい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 、そういうことか。なんかどっか俺の家が見える場所に監視カメラ設置しておいて、なんか俺がいるかどうか確認していない隙を狙ってたんだあいつ。だから俺気づかないわけか。お兄ちゃんの家の周りもいないな。あれ、どこいるんだ逆に。この辺か。あれ、全然いない。やばいやばい、全然いないって言われてる。あれ、どこいるんだこれ。やばいやばい、家の周りか森の方にいるんだけどな。いつもピピちゃんちとか。ここに隠れてるからな。ピピちゃんちとかもいないな。あれ、どこにいるんだろうこれ。やばい、バレた。ここに俺がいて。やばい、バレた。もしかして、え、またケナ太郎の家だって監視カメラあったよね今、テレビの横に。お兄ちゃんの家いないでしょ。家の周りも全然いなくて、この公園とかの前にもいなくて。で待って、気づかれてないよねこれ。
やばい、なんか見てる気がする。こっちのことすごい。何してんだこれ。君何してんだこんなところで。君ねどうしたまさか隙を狙って俺からアイテム取り返そうとしてるんじゃねえだろうな。違う、ここに入ったのはちょっと理由があってさ。何？ケナトロさっきさ、ここ降りたじゃん、エレベーター下に。おい、勝手に入んなよこれ、俺の秘密基地なんだから。はいはい、逃げたじゃん、俺から。でもういいや、もうあのダイヤは諦めようって思ってさ、こうやって歩いてたんよ。なら足くじいて、この隙間に落ちちゃった。無理だろ、こんなちっちゃい隙間。うわ、隙間に落ちるとお前、もう一個そうなってよ、ここ。ちょ、上がってきて一回。どうやって落ちるのこれ。足くじいて、お前ミミズか？お前ミミズ人間なのか、この間に落ちるって。こうやってドゥルンおーってみたいな感じ。おい無理だろ。ちょっと見てみな自分で。何が？この監視カメラで。はいはいはい。こうやって見てたらこんな頭が見えてたんだけど、これ無理あるだろ。おい、俺んちに潜伏すんのこれで。あー見えた。おい、いやこんなとこにね監視カメラあると思わなかったよ。ちょっとこれ壊そうよ。やばい、壊すな。俺の街に張り巡らされたお兄ちゃん監視カメラ、カメラモニターも返しなさい。返さない。返しなさいモニター。これで俺がいないことを確認してから泥棒してたんだな。おい君。何。君には僕のカメラモニターを勝手に盗もうとして罰を受けてもらわないといけないね。何。下を向きなさい。下を向く。さあ私がこの調理用ナイフで切れ頭を掃除してあげるからね。何、ちょ、やめて。せーの、シャキーン。何？よし、かっこよくなったね、お兄ちゃん。何かっこよくなったって。おい、ちょ、何？もう俺のカメラモニター取るなよ。おい、返す、お前。じゃあね、ハゲソユー。ハゲソユー？え、で、ちょっと嘘でしょ。おい、また髪なくなってんだけど。おい、あいつどうやってやったこれ。おい、ふざけんなよ。くっそー、皆さん、ケナトロの家にね、こっそり潜入したらハゲにされてしまいました。まあいいや、今回の企画ね、スキンを変える企画なんで別にいいよ、ハゲするでも。はい、ということで1回目とりあえずスキンを変えずにね、ケナトロの家に潜入してみたんですけど、ちょっと無理そうだったんで、今からね、ちゃんと今回の企画である擬態してケナトロの家にね潜伏しようと思います。そしてどうにかあのカメラモニターとか取られたアイテム取り返そうと思います。それじゃあね、スキン変えていこうと思います。ケナ太郎の家ね、壁が白なんで、今回スキンを真っ白にします。せーの、よいしょ。はい、変身できました。あ、ちょっと待って、なんか黒い部分あるんだけど、やばい、制作ミスだこれ。これちょっと動かなければ。あー、いける、これならいけるでしょ。よし、ちょっとこれでケナ太郎の家に行って隠れていこうと思います。待って、今この状態でバレたらかなりまずい。隠れて。はい、オッケー。バレるな、これ絶対バレるでしょ。まあいや、さっきのスキンよりはバレにくいと。よし、これで行きましょうか。バイ、出てきた。よいしょ、お風呂入ろうっと。よし、とりあえず侵入しましょう。なんだ、ない、上から入ろう。よいしょ、朝かと。はい、オッケー。一人骨焼けたこっちから声がする。バタヌリヌリ、なんかお風呂入ってる、めっちゃ歌ってる。よし、じゃあどこに隠れよう。壁に埋まるのが一番いいよね。ここはもうバレるから、いや、バレにくいとこ、あんま目がいかないところがいいから、こことかいいんじゃない。この隙間から見えるし、ちょっと見てみよう。あー、めっちゃバレにくそう。完璧な隠れ場所見つけました皆さん。これちょっと顔こうやっとけば、はい、オッケー。これでケナ太郎をね監視していきましょう。完璧すぎる場所見つけた。ちょっと視界は狭いけど、絶対にバレにくい。あー、気持ちよかったー。風呂来た。あんま視界動かせれないかな。おー、ケナ太郎いた。風呂上がりの格好してる。何しよっかな。おー、気づかれてない。絶対今こっち見たでしょ一瞬。え、これ気づかれてないぞ。どんな感じで映ってんだろうな、ケナ太郎の。おお、近い。冷蔵庫開けてる。あれ、アイスないじゃん。アイスないじゃん。お風呂上がりのアイス楽しみにしてたのに最悪だよ。よし、バレてない。これいけるわ。ゴソゴソって言ったぞ。やばい。ゴキブリか？バレてないよね。これか？違うか。え、なんかさ、ゴソゴソって言ったんだけど、なんだ。まあいいや。よし。監視カメラの続きやろうっと。監視カメラ行った？あ、見える。ケナトロなんか監視カメラいじってる。ちょこっとしか見えないけど。お兄ちゃんの家いなくて、家の周りもいない。あれ？またお兄ちゃんいない。よし。ここに隠れてるから俺はもうバレないぞ。あ、なんだ。見えない、ケナトロの顔が。申し訳ありませんが、このブロックに対して行うことができません。ケナスイさんが所有しています。あ、なんだ。なんだ。あ、さっき俺がカメラ使ったからかな。このカメラ所有権奪われてる。なんだ、ケナスイ、まさかどっか
かいる？やべ、どっかいるとか言ってる。怪しいぞ。なんだこれ。大丈夫か？いや、でもいないな。おー、気づかれてない。まあいいや、アイス買いに行こうと。アイス。よいしょ。なんか、服変えた。ダサ、何やんのか。おしゃれも OK で。おしゃれも OK。アイス買いに行こうと。アイス。おー、外行った。よし、皆さん、バレませんでした。ということで、脱出しようと思います、一旦。やばい、脱出できない。一回クリーにするしかないもんね、これ。よし、戻しといて。いや、確かにここ見えないな。わかんないもん。で、こうして。やばい、お金忘れた。危ない。やばい、帰ってきた、やばい。お金持ってくんの忘れた。やばい。おー、危ない。本当に危ない。大事なお金なくてアイスなんか買えないからな。殴ってやろうか。アイス買ったらお兄ちゃんにドッキリしに来てね。やべ、当たっちゃった。やべ、手当たっちゃった。え、何これ。え、なんか電気が壊れてる。あ、さっきまでこんなんなかったぞ。なんだこれ。こ、あ、見てください皆さん、この完璧な隠れ具合。なんだ、なんか殴られた気がしたんだけど。やべ、当たっちゃったんだよな、手が。オッケー。はい、アイス買いに行け。どうした気やったろ。なんかお兄ちゃんの声がした今。声聞こえた今。アイス買いに行けって言った。違う。アイス買いに行けみたいな聞こえた気がした。あれ、俺ミュートにしてたはずなんだけどな。音声オフにしてたはずなのに。まあいいや。いや、マジでバレてないぞ。アイス買ったらお兄ちゃんちに泥棒しに行こう。泥棒しに行こうって言ってる。よし、今度こそ出て。よし、このうちに皆さんキャタラの地下に行って、はい、自分の取り返そうと思います、アイテム。オッケー、あったこれだ、絶対これだ。さっき持ってたやつでしょ。よし、あった。めちゃくちゃ盗んでる。おい、ふざけんなよ。俺のめっちゃ使うこの飛行機まで盗んでるよ。エメラルドも回収して、これ全部回収。いや、もうこれもこのまま持ってこう。よいしょ、ほい。あ、やべ、置いてきちゃった。降りて。急げ、時間ないから。これどうやって持っていけばいいんだ。上がります。オッケー。はい、皆さん。よし、ギャントいない。このまま、家に一遍戻りましょう。どこにいるキャンタロウ？いないよね、ここのマップ。戻れ。これ上に持ってこう、上に。よし、オッケー。なんかアイス食べた後ね、盗みに来るとか言ってたから、それの対策もしたいな。よーし。はい、取り返すことできました。この後、キャンタロウが来るんだよね。確か、うちに。そうしたらいいこと考えた。ちょっと武器用意して。せっかくこのスキンなんだから、このスキンでうまく自分の家に隠れて、ケンタロウがね、盗みに来たら飛びかかって殺そうと思います。隠れれる場所あるかな、白色で。うわー、難しいかこれ。銅像のふりするか。銅像のふりとかでいけるんじゃね。ケンタロウバカだから。他にも使えるアイテム。ケンタロウ、ん、待って、あそこ立ってない？なんかあそこでうろちょろしてない？待って、やばい、くる。あー、なんか着せ替えのアイテムある。どうしよう。オッケー、わかった。こうなったらミスった。写真撮っちゃった。クリエイティブにして、ここにおれば大丈夫でしょう。はい、オッケー、皆さんできました。これで隠れれてるかな。あ、来てお兄ちゃんいる？いないよね。いないな。来て。なんだあの格好、なんか光ってるんだけど、あれで写真撮ってんのかな。うわ、盗んでる、めっちゃ盗んでる。お、網膜スキャナー。うわ、こういうのもめっちゃいいな。使えるな、ドッキリに。皆さん、キャタロを捕まえるたびにこのウェブフックランチャーっていうのをね、持ってきました。これでキャタロを捕まえれるからね。なんかめっちゃいいじゃん。これももらおう。どのタイミングで捕まえよう。めっちゃ盗んでるよ。全部もらっちゃえ、全部もらっちゃえ。うわー、びっくりした。え、なんかどうぞか。ほらこれ、なんかチェーンソーマンのおもちゃみたいなやつある。なにこれ、動かないようにしないとね。これも盗みたい。この後ここに入ってるのか。やばい、盗みたいっていう。やばい、無理か。まあいいや、プリって出さないと。プリ、盗めたって感じでね。あれ、取れた。なん、マネキンの振り。なんだこれ。めっちゃ見てる、めっちゃ入ってる。こんなの見たことない。これなんか人間の形のマネキン。これなんだ。ダメジャンってある。ダメジャンってある。なにこれ。ちょ、耐えて俺。まあいいや、これなんか家にあったけど。何、もう一回来とこう。うわー、かっけー。これにしよう。やばい、盗まれた。俺のコスプレ。あ、なんだこれ、またスキン変わってる。これあげるか。キャラスーか。キャラスーかって言われてる。キャラスーか。キャラスーじゃなかったら首を横に振れ。おい、プレイヤーじゃないとこんな人間の声聞こえるわけないだろ。おい、出てこい。キャラスーだろ。バレちゃしょうがね。あ、痛い、なんだ、なんか俺のこと伝えられてる。確保。なんだよ、何もしないじゃん。確保。いや、何もしないじゃんじゃないよ。何が。キャンタロウ、お前俺の家でよくも盗んだな、アイテム。バレたか。なんだその、脇が黒い生き物は。側面が真っ黒だぞ。俺は隠れてたんだよ、キャンタロウ。え、お前の家に、このスキンで。え、待って、俺さ、途中お兄ちゃんの声したんだよ。嘘。え、ここだろ、絶対なんかあれ開いてるぞ。ここにいたのか、もしかして。そこにいたんだよ。え、わかりづら。え、ダサい。チェーンソーマンになってるって。不法侵入だ。スキンどうなった。もうケナタロウじゃなくなってるって。もうスキン不
不法侵入だお前は。なんだよ、不法侵入ってお前が盗んだからな。俺は今から取り返すぞアイテムを。取り返させるわけないだろ。ハッピーレッドメスクして、勝負か。俺の方が武器強いからな、普通に。いつか見た地獄のいいところ謝らないで。逃げれないよ、逃げれないよ、逃げれないよ、これ繋がってるから逃げれないからね。はい、近づけてきます。はい、近づけてきます。最後になんか言い残すことない？チャンネル登録高評価してね。いや違うでしょ、もうしないでしょ。ごめんなさい。許してくれないのかよ。よし、今一瞬言ったんだけど。はい、ということで皆さん、今回ケナタロウといいね、擬態していきました。いやマジで今回いいとこ隠れれましたね。なんとかケナタロウのね悪事を暴いてアイテム盗まれるのを阻止することができました。皆さん、ケナスイすごいと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。そういえば俺あれだ、頭ハゲのまんまだった。